チューニング？弦の張りを調節するんだよ。俺はパのチューナーっていうチューニングアプリを使ってるよ。で、細い弦は G4 に、太い弦は G3 に。ちょっと待って。G4 とか G3 とか、なんだか難しいのね。もうやめたくなってきたわ。ごめんごめん。伴奏に合わせたり合奏したりしないなら、音の高さは適当でいいよ。でも、4本の弦の音の高さは同じにしないといけない。じゃあ、奥の4本の弦を1本ずつ鳴らして、高さを合わせるのね。そう、弦をたどっていって、対応するペグを回して、チューニングするんだ。だんだん音が狂ってくるから、練習の前には毎回確認してね。やだ、毎回とか、クソめんどすぎる。仕方がないので、さつきくんがチューニングすることにした。